やっぱり我々の今の日本を考える上でどうしてもやっぱりこのオウム事件っていうのは風化させてはいけないと思うので、この機に宮台さんのコメントも欲しいなと思って N コメお願いしたんですけど、やっぱりいざ執行されればいろんな意味があると思うので、そこはちょっと宮台さんにコメントいただけますか。一番大事なことはですね、これで何かけじめがついたということでね、ある種忘却の始まりになってしまうことを僕は恐れます。で、実際3月に一掃が始まったんですね。決心したので、決し承て、認お互いにならなくしても大丈夫になったということでね。で、その時からもう実は死刑の執行がほどないなというふうに思われて、いろんな人たちがですね、そのことを危惧するようになった。僕の危惧は適正手続きどうのこうのということよりも、むしろ忘却のきっかけになることですね。で、それがまずいと思ったというのは、これが忘却してはならない理由がね、2つあるんですね。で、1つは今回処刑された人たちを含めたね、オウム真理教に関わった教団幹部の人たちっていうのは、実は誰でもあり得た、つまり誰でも教団幹部になり得ていたし、教団幹部になったら、ほとんどの場合同じことをしただろうというふうに想定できるということなんですね。その理由は、さらにブレイクダウンをするとね、これも僕の同世代の教団幹部が多かったけれども、基本やっぱ不全感が背後にあり、不全感というのは、こんなはずじゃなかったかとも言い換えられ、何がこんなはずじゃなかったのかというと、要は上昇したけれども、つまり、親が褒めてくれるようなね、エリートにはなったけど、勉強していい大学入ったけども、そうですね、出たけ何ども。か思った感じ違うぜってことですね。で、それは僕ら世代の人たちが高度経済成長時代に生を受けて成長し、いわば人も社会も上向き機運の中でね、輝く方向に行く感じだったんですね。で、そうじゃなかった。で、オウム真理教の前身にあたる新選の会ができるのが84年のことだけど、ちょうどその2、3年ぐらい前から僕は自己啓発セミナー、アウェネストレーニングっていうのに関わっていて、で、そこでも似たような人たち、つまりもう実はプロとして活動しているミュージシャンとか広告代理店のクリエイターとか、あと霞が関の役人たちがね、非常に目立ったんですね。で、何なんだろうなこれはと思うと、多くの人たちがこんなはずじゃなかったという不全感をね、訴えていた。で、さらに言うと、昔は例えば宗教といえば何なのかっていうとですね、つまり社会的な上昇を達成できない人間たちが、その大体的な上昇を、つまり組織教団内の上昇を獲得するためとかと言われてたんですよね。で、だからそれとちょっと違うということですね。社会的には上昇できた人間たちが、実存的な不全や欠落を感じてアウェネストレーニングに来ていたし、実は新しいタイプの新興宗教に来ていた。新しいタイプのは新宗教とも、第4次宗教ブームの宗教とも言いますけど、特徴はエリートがたくさん参入している、社会的弱者の宗教とは言えないことですよね。で、多くの人はそれを上昇ではなくて承認を求めるみたいな言い方をしていたけれども、それもちょっと紋切り型の言い方なので、僕はやっぱこんなはずじゃなかったかんというふうに言った方がいいということですね。まずそういう要素について言えば、僕らの世代の多くの、かっこつきエリートはそのような感覚を抱いているので、実は僕だってそういうところに入る可能性はあったと。ただ僕の場合はアウェネストレーニングっていうのを受けていたので、仕掛けが分かっているんですね。つまり僕が受けたセッションでも、確かにすごい奇跡的な光景がある。それは5分なら5分間で人を混沌させたり嘔吐させたりするコミュニケーションっていうのを見ることができるんですよね。それでその寸前まで行って本当に30秒でリカバリーさせたりするコミュニケーションを見ることができる。コミュニケーションにそこまでの力があるのかっていうのが、驚きだったと同時に、もう一つ重要なことは、やっぱりファシリテーターとかトレーナーっていう人たちがね、このセッションにあと一つ二つセッション積み重ねると、神の声が聞こえたりとか、体が燃えているというふうな体感をしたり、つまり実際そう思ったりとか、体が浮いているというふうに思ったりするっていう神ね、秘体験だよ神ね。秘体験ですね。いや、神秘体験は神秘現象の存在を明かししないのだっていうのがユングの言葉だけれど体験は自分も、がそう感じてるっていうそういこうとだっことてなん意です味ね。ね。だから UFO を見るという体験も現にあるんですね。でもそれは UFO がいるということと実はあんまり関係がない。
神秘体験も現にあるんですね。でもそれは神秘現象が存在するということとあんまり関係がない。しかしそれを宗教教団はフックに使うぞというふうに僕はトレーナーに言われたんですね。でそれを僕だけじゃなくてトレーナーにそういうふうに言われた人たちは81、2年の段階だと結構いたと思うと思ったら、実はもう本当に同じような手法を使っている教団が他にもあるぞっていうことをいろんなところから聞いてきて、でその後にまあその中間を省きますけどね、オウム事件あるいはオウム真理教の坂本弁護士一家事件とかっていうことでオウムのことを知るようになるわけだけど、周りがすごい褒めてるんだよね。幸福の科学は呪術的だけど、オウム真理教の教祖たちはその深みのあるね仏教の教義を知っているとか、で僕はそれはないなと。どれも僕の知ってる枠の中だし、あるいは中澤新一の本に書いてある枠の中だし、で僕が自己啓発セミナーアウェネストレーニングで理解した危険と同じ危険が丸ごとそこにあるなっていうふうにまず思ったということですね。でもう一度言うと、オウム信者の人たち、特に教団幹部の人たちは僕から見ると誰でもそうなり得た存在の人たちです。でなおかつもう一つ言うと、朝原によって引き起こされた神秘体験がフックになって朝原が神通力を持つ存在だと思って帰依してしまうということが起こったんですね。で、まあ、ここに出た時の上祐文弘さんにもね、神秘体験は一定の順番でボタンを押すと必ず起こるんだっていうことが知識としてはなかったんですかって聞いたら、残念だけどその時の私にはありませんでしたっていうふうにおっしゃって、後からそれ言われてももうダメなの、それは一回その時に丸裸の状態でそういうものを露出してしまうと、そうですね、基本的にはその共犯から引き剥がすためのね脱洗脳の戦略だっていうふうにラベルは貼られてしまうので、本気で聞くということがないと嘘を言っているっていうふうにね受け取られてしまうんでしょうね。まあ先日メンバーは結局のところね、やはり思い違いによる生きづらさが背景にあり、その生きづらさを解消してくれる神通力を持った存在がいてっていうところからそこに参入していくっていうことがあった、誰でもあり得たんですね。その危険をどれだけ理解しているのかで、実はもう一つポイントがある。日大アメフト部とかね、あるいは昨今 の首相官邸周辺にいる役人たちとか、古くは帝国陸海軍なんかにも、ね、共通する一定の、これは非常に日本的な非常に陳腐なメカニズムが働いている。それは組織の中でのポジション取り、あるいは権力的な状況の下で承認されるための忖度競争ってことですね。でそれを僕は昔から忖度による忖度と呼んでいる。忖度っていうのはもともとはいい意味で、ね、相手を思いやることだけど、この場合は自分のプロモーションのために、ね、組織内での、あるいはそのボスからのめでたい味方みたいなことですけどね、忖度のための忖度競争によってどんどん過激化していくんですよ。でそれは首相官邸の下での役人たちもそうだし、帝国陸海軍もそう、日大アメフト部もそう、権力的な状況の下でボスに承認されるための忖度っていうことにね、その競争的に乗り出すと何が起こるかっていうと、基本他の人間がやっていないことをやってやろうっていうね、まあ脱法家なんですよね。まあさっきのね、生きづらい人間がある種の技術によってフックに引っかかるっていうのも自動機械的な動きで誰にでもあることだし、同じような意味で権力的な状況の下でボスに承認されるための忖度競争、まあ忖度のための忖度っていうのも実は日本ではどこでも存在する。前者はある時期のね出来事に見えるけれども、実は僕は本当はそうではないと思う。後者は、まあ、日本でずっと繰り返されるし、今後もですねほぼ永久に繰り返されるであろう陳腐なメカニズムなんですね。なのでオウムは決着していないどころではなくて、実は後で言いますが、今も生きづらい人間たちはいて、その人間たちが生きづらい社会を、ね、建設するための組織とかね、あるいは現に生きづらさを解消してもらうための場というものに関心を持ちやすいことは当たり前だし、2番目のいわゆる忖度のための忖度っていうのが実際入った組織の中で生じて、忖度のための忖度のメカニズム自体は実は教義とも価値とも何の関係もないんですね。それに今度はこの駆動ドライブされていってしまうってことが、まあ非常にまあやばいことだなというふうに思っているんですね。